花屋で働く朝日が店で騒ぐ男子に困っていると高校生のたつきが現れ助けてくれる。一見クールで近寄りがたいけれど、たつきの内面に隠れた優しさに朝日は気づいていって、意外なギャップを持つ彼が朝日の中でかけがえのない存在になっていく。君は本当に心臓に悪い。メローガーデンで待ち合わせ。続きはレンタで。